ここの敵さ、めっちゃキモくない？てかエリアがキメえわ、もうやばいよね。だいぶエリアキモい。やった敵勢力って感じするよね。俺最初ここ来た時バカかたかったよな、あいつら。どう考えても威力足んなかったもんね。今いい感じだね、結構。上がり火のとこに書いといたわ。オッケー。オッケー、行こうか。めっちゃ近い。オッケー。またあいつの顔見えんのか、最高だぜ。いや、どうせ弱いでしょ、言うても。マジかよ、じゃあちょっと最初見てるわ。うん。やば、ラグがすげえわ。わお。お、来た！おい、プレイヤー来たぞ、プレイヤー。オーロラ？プレイヤー来たぞ！殺せ殺せ！来た来た来た、いるいるいる！殺せ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 ！おらおら、ブンブン丸よ！ロロロロロロ！詰めろ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 ！戦い戦い！ナイス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 ！ナイス！やったぜ！いやー、内刀の戦技見えんか、こいつ。ハハハハハ、浅いなー。まったく、ホスト狙わねえで俺狙いに来るとかなってねえわ。なってねえわ。浅いなこいつ。初 PK なんだけど、このゲーム史上。なんだこいつ。俺こっちやるわ。あー、ダメージやばすぎ。イージーだこれ。なんかアイドルやつおる。あ、サムさんの方行ったよ、頼む。おい、ザッキーだよ、マジおめえ。いてビロン君。まあまあまあ、余裕だけどね、正直バグ固かったもんね、あの時。あー、俺ソロでも絶対余裕だったわ。本当に、まあ、手伝った、手伝ってあげるね、こっち。黙れ、マジ俺がローにしてんだよ。おい、こいつクソ雑魚じゃねえか、マジで。ほら、ギルパクした。いや、でもこいつやべえわ。俺これソロだったら火力やべえな、こいつ。俺ちなみにこれ武器クソの状態でやったんだよ。マジで辛かった。いや、辛いよ。多分リアル20回以上死んだ。いや、でか、ちょっと狭くない、ここ。狭い。イージーだった話になんねえよ。俺爆笑だわ、俺。サム君これ苦労したんか。クソだな、おめえ、マジで。いや、やったわ、これ。武器強化の方法を教えたらミスったな、マジ。いや、そうね。マジ火力ゲーやね。いや、でも、多分、この武器持ってても俺20回ぐらい多分死んでたの。さすがに死なねえだろ、そんだけ火力あったら。まあ、ここ、攻略すれば面白いと思うよ。そうだね。ミロさん、エルデンの王になる前にマウントの王になってるって言われてるよ。いや、もうガンガンマウントしていかないと、やっぱり。いや、対人気持ちよかったな。タムさんが7割ぐらい削ったところ、俺いきなり上からかぶさって切っただけだった。いや、もういいんだよ、ああいうので。あれちゃんとなんか名前オーロラとかいう名前だから NPC かと思った。いや、あれ多分人だと思う。人なんだ、うん、じゃあありがとう。え、オッケー、まだね。頑張って。また。オッケー。はーい。はい。じゃね。おい、お疲れ。はい。まあ、まだ配信は続くんですけど。馬解放するか。かわいそうだもんな。なんなら別に奥の手じゃないけどさ。まあ別に全然ズレじゃないんだけど、これ霊体出せるんだよな。これでね、相当いいベイトになるんだよね。本当にきつかったらこれ使うけど、なんかちょっと負けた気がするからさ。使いたくねえよな。え？貫通してきたんだか。余裕で貫通してきたわ。どういう状況なの。当たるんかーい。痛い、死ぬー。こいつめんどくせえな、マジで。このなんかさ、最初のこれがめんどくせえ。まずワープしないといけないのもめんどくせえし、来てるわこれ。うわ、そっか、チャンスか、それ。ミスった。
威力やばこいつマジか。あいつのあの2等を出すときチャンスだな。あん時に切りまくれたら強いね。なかなかやりますね。復活いてー、最高に食らうね。出た、これこれ避けるしかねえやつじゃなかったっけ。ローリングしたのに食らったんだけど今おいマジかよ。メテオでぶっ飛ばされたわ。あ、大丈夫だな。馬で切りまくって出血させて半分まで一気に全然削れるね。いけるわ、勝てる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 。避けるか、避けれなかったらやばいんだけどさ。うん、避けれるわ。これでどうなるかな。跳ねたよ。なんだっけあれ、最後まで分かんなかったんだよねあれ。いやこれ行くな。お、行かなかった。ヒール出してくんね。優しいね、もちろん。遅いんだよな、あれ。なんで、これ今何飛ばしてくんじゃないのこれ。うわ、飛びそうですよね。あー、おい、マジかよ。ミスった、操作。当たんのそれ、えぐでやりたいらしい、これを。これめっちゃ入るっしょ、この時。ここチャンスだね。馬行ったんだけど、やばいんじゃない。え、馬行ってなんとかなるもんなのこれ。え、これゲームオーバー。いや、避けらんないに、ね、馬行くとまずいな。あの携帯になってガチャガチャ走り出したら、いや多分でもね、詰むなんてことないと思うんだよね。何かしらして回避方法があると思うんだけど、それを見つけるのがクソめんどくせえ。いつもだったらさ、これ結構研究するじゃん俺。でもね、こいつだるすぎて研究する気にならマジでめんどくさい。あそこに行くのがだるいんだよね。行けそうだね今。さっきダメージ見た、多分これね、ボコボコにできるぞ。やばいよね、火力。そう、うわ、ミスった。ダメました。
え、もうそこまで行っちゃう。しちゃったな。おこらしい。なんだろう、タイミング切れるで、たぶん今の。あー、これも切れんのか。え、これ多分はめれるぞ俺これ。あいつがさ、このモーションめっちゃ長かったじゃん、2つセットのモーション。これ多分はめれるわ。めちゃくちゃ切れると思う、こいつがなんかいろいろカッコつけてないのに。こいつには申し訳ないけど、こんな威力あんもん、絶対はめれる。うわ、投げディレイ。石飛ばしてきそう。ああ、ですよね。なるほどね。そう、着地してドカーンってなってイエーイってピースしてる時に俺多分切りまくる。いけるわ。めっちゃ時間あったよね。途中で多分吹っ飛ばしモーションかなんか入れてくるんだけど、多分ね、ご了承そう。ちょっとあんまり良くない倒し方なんだけど、もうとっとと別のとこ行きたいんで。この先のやつが強いらしいんだよね。ちょっとそいつのところまで行っちゃいます。危ねえ、今結構攻めたな、ギリギリだった。で、これ食らっちゃうとまずい。ああ、マジでそれ来ちゃう。来ちゃった。やべえ、これ最悪、下口に。多分攻めたから。で、延長し直し、馬乗り、やべ死ぬ、馬が死ぬ。うわ、馬死んだ。馬死ぬとそう疲れんだよな。あ、これその動作なんかわからんかった。攻めすぎた。いや大丈夫、今来るのこれ。あ、違う、攻撃だ。ラッキーじゃねこれ。ほら、でっけっちらすに。ほら来た。やったっせ。いや、よくねえなー倒し方。あんまりあんまりよくないね。今までで過去一ご了承したなこれ。なんかめんどくささがかかっちゃったなこいつ。なんかちゃんと攻撃とか読めてないのにやっちゃってるから、多分2周目苦労するやつだねこれ。